白子？くっさーくっさーくっさーめっちゃくっさはい、こんにちはっす。あ、こんにちはっすか。はい、こんにちはっす。え、ただいま帰ってきたんでね。うん、さっき釣ったばっかのアイゴ、こちら2匹、まあ、さばいて料理していこうかなと思うんですけど、今日は刺身と天ぷらで一匹丸々煮付けにしようかなと思うんで、早速やっていこうかなと思いますよ。うん、レッツクッキン、アイゴレクッキン、もしもチップス。これはないよね。うん、ないよ、ここだよ、ね。まあ、とりあえずそう、その辺チョキチョキチョキっと気をつけて。おお、チョキチョキいく、チョキチョキいく。前のところもすごいじゃない。チョキチョキいく。硬いよ結構。これ硬そうだよね。ね。でも刺さったら怖いから。うん。ハラってなるだけで刺さったら。飛び跳ねてちょっと帰るわ俺一回。硬い硬い。硬い硬い。おっしゃーい。いいね。で一番危ない背びれの方。ね。アイゴさん。そのね、切った後のね、針も気をつけないと、処理するときに、処分するときか。いや、サイズ的にはでも結構いいサイズだ。すごい引きだったもん ね。お前海に落ちるんじゃねえかと、俺はちょっと期待してたんだけど。あそこで落ちたら俺終わりよ。うん、だから行ってくんねえかな、つって。海坊主出た、つって。いや、1.5 号の差は折れるかと思ったんだけど。しゃーい。はい。いいね。ではね。こんな感じで全部取れたんで、全然うろこあるのかな、ちょっと試しにやってみますね。うろこある、細かいんじゃない。あー、なんかありそう、細かいな。うん、え、ヒレないよね。え、やだ、胸びれ怖いからやる。胸びれなんで怖いからやる。ちょっと今やってて思った。まあ、育ってる育ってる。そうそうそう、俺しか痛いもんしねえからさ。お腹ブヨンブヨンじゃない。何食ってんのかもちょっと見たいよね、今後の勉強のために。アイゴは何を食うか。何食うか。じゃあとりあえずね、パッとやったんで、ぬめりもある程度落としたんで、パス。もしもチップス。え、なんか普通に頭落としちゃっていいの。頭落とすに気をつけてくれって言ってたよ。え、じゃあどうやって落とせばいいの。ね、一回落としてみるか、うん、ちょっとそのこうなってるよっていうのを気をつけてやるか。あ、じゃあさっきお腹開いて内臓出しちゃえばいいってこと。それでもいいかもしれないね。ただ内臓を傷つけないでやらないといけないから探り探りね。5分じゃ切れねえんだよこの字、この字切れないんだ。やっちゃった俺。あ、やったわ。いけないこれ。な、何をどう行くっていう判断の行く。ん？なんか書き出すっていうことの行く。そう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 。くっさ。そうなんだ、アイゴ臭いで有名なんだよ。くっさ。どんな匂い、例えるなら。なんか梅干し腐らしたみたいな。ちょっとわかんねえんだよな、ほんとに。どすぎてさ梅干し腐らしたって梅酒みたいなもん。お、どうした。臭い別に引っ張っちゃっていいのかな。おしゃーい。おー、いいね。ほら、なんか超綺麗。でもこんだけ入ってるってことは、そうだよ、これかな。くっそー、めちゃくちゃ辛いだなこれ。ね、ほら、麦ちゃん、麦ちゃんと、浮き網ちゃんと、浮き網ちゃんと、入ってる。はい、で、何、普通にもう頭落としちゃっても大丈夫。内臓だけなんだよね。あ、そういうこと。骨硬い、ここの下のめっちゃ硬いんだけど。肉厚。めっちゃ硬いし、この包丁めっちゃ切れねえんだけど。
ノックしてもしもし、ちょっと待って、切れないんだってこの包丁。テープ攻撃したり滑んなくなるよ、だって力は入りやすくなるよ。頭を落としても結構あるね、最後ね。ね、こっからいけないの、しみじみくるよね。いけるいける、おい、いけた。あ、ここ、しけた。切れないから。まあまあ、腹骨のところだからいいんじゃない、うん、身全然切れちゃう。ね、切れるね。また失敗しちゃったんだけど。職人の大胆な角が施されております。大胆だね。難しいんだな、これな。難しいよ。あと包丁か。ほら。はい、ね、ホラボルキルに取れたんだけど、逆に、ね、いけてんじゃん、いけてね、いけてる、いけてる。こっちがすごい切り方してたけど、ホラボル取れるっていう。マシモチッパさん、しゃ、ホラボルまだついてる。オッケー、いっちゃって刺身これ切っちゃう。真ん中骨あるからね。で割っちゃって。いけるいける。全然皮。いけてないよ。いけてないじゃん。皮が切れない。この子も腹骨まだ残ってんだけど、いいか。いいか。はい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 。いいね。ほら、皮引き成功じゃない。おい、あ、いいね、きれい。もしもチップス、アイゴってそもそも美味しい？食ったことないよ。だってその寿司屋でもさ、そうだけどさ、アイゴってなかなかなくない？ない。てかアイゴって寿司屋っていうか、そういうとこで聞かないじゃん。スーパーにも置いてないしね。うん、確かに。はい、1品目、もしもチップス。じゃあ天ぷらじゃなくて煮付けにするためにエラ外すの。エラ外して、うん、頭そのままでいいんじゃない。だからエラだと内臓だけ取って、うん、あの切れ目だけ入れて。難しいこと言うね。そう、うん、多分一番難しくない。そう、そう、そう。じゃあ俺とりあえず天ぷらこう作っちゃうから。あれはな、何でしょ、どこで繋がってるのかわかんないんだけど、エラ。こんなもんでしょ。取れた、取れた、エラ取れた。取った感じがしたよ、今。わかんないな。取れた。出ないじゃん。なんでさっきみたいにさ、あれしてみる。そうそうそう。ケツからって、腹からポンして。あ、白子これ。内臓脂肪？白子じゃない？あ、内臓脂肪。内臓脂肪、え、白子？こっち？白子じゃない？白子？白子？くっそー、くっそー、くっそー、めっちゃくっそー。テテレテテレレ。天ぷら揚げちゃっていい？もうお願いします。よくは、じゃあこれその皮大丈夫？本当皮付きで。それは俺は散々言ったぞ。まあいいや、皮付きで言っちゃうよじゃん。はい。やべ、油少なかったもん。そんなに？てか、え？あ、一応もう揚げれるか確かめたから。これも全部揚げたんだよ。じゃあそれも素揚げなの。大丈夫これ？はい。二品目、完成。じゃあこれ油切んないと。で、結局砂糖とかそこでできない。これで混ぜちゃう。あ、そういうこと、うん、砂糖とみりん両方入れるの。こんなもん。みりんのもらみりんもらストップ言って。ストップ。オッケー。おはよう、ブラックボール用意して。もう入手もらって。もう入手もらって。いただきます。って言うと思うから。ちょっとこれ言うだけでさ。あの煮付けはどんなに間違ってもお前、うまい。で、
これで漬け用のそろ生姜忘れてました。小麦だけを生姜、うん、ちょっと煮込むまでね、ちょっと片付けしつつ、片付け終わりましたよ、片付けしつつで、もしもチップス、まあ、じゃあ煮付けの方も完成したんで、煮付けとボロボロすまん、んボロボロになってすまん、ああ天ぷら、刺身、三品完成しました、完成しました。まあ普段料理しない俺だからしたら、まあ上出来、食えるもんだったでしょ。まあ確かに、まあ食ってみないと分かんないけど、ね、で早速あっち持ってって食べてみましょう。行ってきます。早速食べていきますか。行きましょうよ。何から食べます？これね、ちょっとこれ煮付けからいっちゃう。やらかしてしまったくらいね。あ、でも味濃いから大丈夫。味調整しまくったからさ。いや、刺身とかからいかないで大丈夫。味濃い刺身、ほら、あの臭みがあるかもしれないじゃん。とりあえず、あの大丈夫なの食わしてやる。いやいや、濃いよ、でも大丈夫大丈夫だよ、大丈夫大丈夫だよ。メインじゃないの、これ。俺、いいんだよ、大丈夫、いいんだよ。じゃあ、煮付けからいく。うん、この綺麗な白身、ほら、煮付けからいただきますか。いただきます。どう？あ、おいしい。臭くない？うん、おいしい。味付けは？すんげーうまい。味付け？染みてない。マジ？うん、いただきます。あ、味は染みてないけど、うん、めっちゃうまい。めっちゃうまい。普通にめっちゃうまいんだけど、これ下、うまい、下の方が染みてんじゃん。そう、染みてる部分食べれば、で、あとつゆと一緒に食えば全然うまい。飯ってなる。確かにめっちゃうまい、これ飯ってなる。マジでめっちゃうまい。うん、飯って感じ。これね、やったな。あ、つゆつけるし、ちゃんとにつけなんだよ、じゃあつゆつけなかった。ただの魚茹でた魚、茹でた魚マースにみたいな。あ、うまいうまいうまい、いいね、いいね。味ちょうどいいじゃん、うん、これ全然やったか、やらかしなかったか。うっすい。で、次は次、天ぷら行くよ、じゃあ。うん、塩で、いっちゃって。あぁ、衣が剥がれちゃう。え、全然うまい。マジで臭みが何もない。ないよね、確かに。臭みはない。塩がうまいのか、天ぷらがうまいのか。いや、塩も美味しいけど、うん、魚も美味しい。ああ、よかったじゃん、うん、旬だからね。ね、確かに。外れはないですよ。外れはない。ほんとだよ。美味しい。刺身いってみて。いっちゃうよ。わさび、ビサワちょうだい、ビサワ。一番多分味わかるからね、刺身が。ほんとこれ。テンメキュー、テンメキュー。じゃあ、いっちゃいます。いっちゃって。どっちが背中で、どっちが大なか。こっち背中、あ、こっち背中、上が、うん、じゃあ背中側。はい、お刺身ね、いただきます。うまい、うまい、うまい、うまった臭くない、全然臭くない。いただきます、刺身。危なっ。うまい。普通の刺身。めっちゃうまいじゃん。普通の油のってるし、すんげーうまい。あの、前回って言ったさ、グレよりか味が全然濃い。あ、しっかりしてる感じ。しっかりしてる、そう、刺身の。うまっ。すげーうまいね。なんか、ここは食った。え、背中。背中か。なんかコリコリとかじゃないけど、うん、普通に身はしっかりしてるし、うん、味も濃い。確かに。これでもちょっと腹があったところちょっと怖いね。あー、なんか気持ち悪い。内臓の近く、近くのところのお腹の皮みたいな。いや、お腹破っちゃったし。絶対食わないよ、これは。お腹が臭くない。全然、うん、身しっかりした。お、こ、これ知らない。でも、臭みない。どう？全然うまいじゃん、これ。あ、めっちゃうまい。てか、お腹側の方がなんか食感がコリコリしてる。ね、してるよね、うん、弾力がある。うまい。いや、最高だな。最高だよ、ね、これ。引き強くて、で、まあ、なんだ？さばきやすかったか？さばきにくかったか？
包丁が切れれば多分もうちょいもうちょいできたかなって思うけど、まあ全然あのサイズ的にもさばきやすい多分サイズだと思う、うん、ちっちゃくもないし、いやめっちゃうまいわ、めっちゃうまいね、うん、今日の締め、締めですね、釣ったアイゴ調理してみた、はい、でした、ご視聴ありがとうございました。それが臭いめっちゃくちゃ匂い嗅いでみるよ、一応嗅がしてみるか、嗅がしあの今日の俺永久で、あの本当チャンネル登録よろしくお願いします。